イオン大野城ショッピングセンターは、福岡県大野城市に所在する、イオングループの企業であるイオン九州が運営する商業施設である。1977年9月23日に日井大野城店として開業。この当時は4階建てで、屋上にアトラクションやアーケードゲーム機などを設置したプレイランドがあった。別館には仙台収容の駐車場ビルも存在した。 1996年に日医がマイカルに名称変更された際に老朽化もあり店舗の一部閉店を実施し1998年11月14日にサティとしてリニューアルをオープンしたリニューアルに伴う工事は西松建設が施行を担当している改装の際にシネマコンプレックスのワーナー・マイカル・シネマズ・大野城が4階に併設されたなお 2013年7月1日にイオンシネマ、大野城に名称変更している。2011年3月1日にイオングループの総合スーパーブランドの統合の影響で当店の各テナントはイオン大野城店、専門店を含めた名称はイオン大野城ショッピングセンターとなった。同月25日には直営売り場のリニューアルを行い、同年4月23日には 専門店街の入れ替えや、直営の医薬品売り場、生態も扱うペットコーナーの新設を行い、グランドリニューアルされた。西日本鉄道の急行停車駅である春、日原駅から徒歩5分以内で行ける距離であり、JR 春日駅とも10分圏内で行けるため、交通の便も良く、春日市内ではないものの、春日市を代表するショッピングセンターであり、 1997年3月20日に開業した競合店であるザモールカスガにそういう仮面積で差をつけられているものの交通の圧倒的な利便性で優位に立っている状況である。また敷地内に西鉄バスが乗り入れベッドタウン向けの便が発着している。コナミスポーツクラブ大野城併設。出店全店舗一覧は公式サイトショップリストを参照。 ありがとうございます。